はじめまして、私はアリフ・モラナ・ラマンです。大学生のディポノゴロ大学です。私は部活に住んでいます。顔が青ざめたらごめんなさい。私は COVID-19 お手に入れました。部活リジェンシーはインドネシアの西ジャワ州にある地区です。首都はチカランです。この施設はジャカルタのスグアジュマにあり、ベカシイチト GKI ジャカルタ州に西に施設しています。これはベカシの街にスウィッテのビデオです。ベカシはコカドロとコソクレサを建設しています。これはベカシメトロポリタンモールです。これはベカシでとても有名な川です。川マランはベカシで非常に有名な川です。ベカシで最も長い川、これが西ベカシ預金所です。これはスマレコンで、スマレコンベカシです。スマレコンベカシへの道、ベカシのとても象徴的な場所。マレコンモールベカシはベカシのショッピングセンターであり、ライフスタイルとエンターテインメントのセンタービンもあります。これはスマレコンベカシの象徴的なピラミッドです。ベカシにはコソビルもたくさんあります。ベカシのコソビルの数はジャカルタとほとんど同じです。これはフライオーバーとコソコレサの建設図です。これがベカシの夜景です。ベカシはコソ自体が頻繁に発生します。オクの開発が政府によって行われているので、そしてそれはベカシスタジアムです。ベカシパトリオットスタジアム、これが建設中のベカシスです。そしてこれは夜のベカシリオリの場所です。じゃあまた今度一緒にやりましょう。それは私はビデオ終わりました。ありがとうございます。